こんにちは、ラチです。今回の動画はこちら。じゃじゃん。富岳36景全部見ということで動画を撮っていこうかなと思っています。富岳36景とはそもそも何ぞやということなんですけど、富岳というのは富士山のことです。で、36景、我々がイメージする富岳36景っておそらく葛飾北斎という絵師が描いたものだと思うんですけど、葛飾北斎が描いた富岳36景、実は46作品あります。要するに富岳36景って何ですかって言われたら、富士山を入れた46の風景画と思ってください。さあ、北斎が描いたものが主流なんですけど、まあ広重が描いたとかね、他の絵師が描いたという、富岳36景も存在しています。まあこの今回浮世絵のことをやらせていただきますが、まあ浮世絵ができるまでとか北斎についてフォーカスしましたっていう動画もこのチャンネルでは投稿していますので、よろしければそちらも合わせて見てみてください。ということで、ガーッと46作品見ていきますよ。いきますよ、いきますよ、よーいスタート。まず一つ目、神奈川沖浪浦、これはグレートウェーブですね。はい、二つ目、外風快晴、これは赤富士と呼ばれて親しまれています。3つ目、三花白、これはね、雷と夕立と雷ですね。4つ目、富川万年橋下、これはあのコンパスです。コンパスで書いてますね。はい、5つ目、東都駿台、これはですね、あの富士山が下にありますね、高みの見物をしています。6つ目、青山縁起の松、これがね、確かね、渋谷なんですよ。渋谷のスポットが松だった。はい、7つ目、武州千頭、これがね、富士山を邪魔してるのがこの水門、水門が邪魔。はい、8つ目、甲州犬目峠、これがね、馬がね、馬疲れてるっていう絵です。はい、9つ目、武州富士見ヶ原、これがね、こう丸ですね、大きい樽です。はい、10個目、武州多摩川、多摩川ですね。はい、11個目、舞踊佃島、これがね、あの富士山に向かって船がバーってなってるみたいなので、なんかもう目指せグランドラインみたいな感じですね。はい、12個目、曹州七里ヶ浜、これがですね、あの江ノ島です。はい、13個目、これが信州諏訪湖、これがね、あのカサスみたいなこう崖があるね、やつです。はい、14個目、甲州梶笠沢、これがね、あの漁をしているやつなんですけど、大漁ですかって言いたくなる感じ。はい、15個目、上州牛堀、これがね、あの米研ぎとかしてるんですけど、こうドバドバーっと流してるやつの図ですね。はい、16個目、曹州梅沢の庄、これが鶴がいるんですけどね、あの武将髭みたいな富士山と鶴がいるっていうやつです。はい、17個目、甲州三島越えですね。これ木にね、あのおっさんたちがこうくっついてるんですけど、なんかだるまさんが転んだみたいな。やってます。18個目、東海道浅草本願寺、これがね、富士山よりタコが高くて、それより浅草本願寺が高いんでね、タコをあげてみたかって感じですね。はい、19個目、甲州三島越え、これがさ、風吹いて女の人がキャーってなってるのにスカートじゃなくて、あの髪がね飛んでるっていうね、あののび太さんのエッチってならないっていうやつですね。はい、20個目、遠江山中、これがね、職人技ですね。見よ職人技。はい、21個目、小石川雪の明日、これがね、雪景色なんですよ。珍しく雪化粧がね、富士山にかかっております。22個目、下目黒、目黒がのどか。はい、23個目、東海道吉田ね、女しかね、富士山見てないっていうね、男は全然富士山興味ないっていう絵です。24個目、上総の海寺、これがね、富士山がどこにあるか一瞬わからない。はい、25個目、のぼと浦、これがね、大小のね、鳥居がありますね、鳥居の親子。はい、26個目、江戸日本橋、日本橋って言いながら、はい、日本橋はどこでしょう。はい、27個目、隅田川関屋の里、これがね、馬がね、3頭ぐらい走ってるんですね。馬のアホ顔がちょっと魅力的かなと思います。はい、28個目、曹州箱根の湖水、これがね、なんもない。はい、29個目、甲州三坂水面、これがね、水面のやつと、あの実際の富士山と雪化粧が違うってやつですね。上と下の間違い探しです。30個目、東海道保土ヶ谷、これがね、あのおっちゃんの足がこうなってるみたいな
報道外ですね、はい、31個目、江戸駿河町三井店略図ということで、三井のねお店がこう両隣にあって、そこに富士山があってっていう絵ですね。はい、おはじゃぎたこ揚げをしてます。屋根の上に登っちゃってね。はい、32個目、御間ヶ谷市より両国橋夕日見ということで、夕日を見ている風景画なんですけど、夕日。はい、33個目、五百羅漢寺左在堂ね、修学旅行、ね、はい、34個目、温泉の水車、これがね原宿なんですよ。原宿水車だらけだったっていうね。はい、35個目、相州江ノ島、江ノ島ですね、これがね引き潮の時にこう渡ってるってやつですね。はい、36個目、36景ですから、これが本当の最後。はい、東海道江尻田子の浦の略図、これがですね大船に乗った気分でこういるね。はい、ここからは浦富士シリーズと呼ばれています。37個目、本所立川、はい、これがね木材置き場を書いていますね。はい、38個目、千住花町より眺望の富士、これがねあのシナモンスティックを抱えているってやつです。はい、39個目、東海道品川御殿山の富士ということで、はい、踊らにゃそんそんということで花見をしながら踊っております。はい、40個目、甲州伊沢の暁、これがねおにぎり型のあのお家がいっぱい並んでるっていうやつが40個目。41個目、身延川裏富士ということで、裏富士ですね。はい、富士山が隠れて見えません、山やら雲やらで見えません。42個目、相州中原ということでね、昔の暮らしぶりを描いている感じですね。のどか。43個目、駿州大野神殿、ね、牛のお仕事ですね。これ最初馬かと思ったら牛なんですね。はい、44個目、駿州片倉茶園の富士ということで、ね、お茶摘みの様子です。45個目、東海道金谷の富士ということで、ね、あの大きい川、大井川っていうのがあるんですけど、そこをねあの人がこう担いで人を運んでるっていう様子なんですけど、いやもう橋作ろね。はい、46個目、初任登山ですね。え、富士山どこって思ったんですけど、これね富士山登ってる途中なんですって。だからもう富士山の上でおにぎりでも食べてくださいっていうやつですね。はい、ということでありがとうございました。46全部見ました。どうでしたか。私はねあの橋を架けてほしいっていうあの絵がめちゃめちゃ面白かったなって調べてみて思っていました。皆さんこれ46の中で一星は何だったでしょうか。よろしければコメントで教えてください。こちらのチャンネル聞く美術館は美術について話をしていますので、よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは。